ンファーレが鳴り終わりました。まもなくいよいよ始まります。さあ広瀬さん、展開ですけれども、先ほどおっしゃっていただきましたモズフスーパーフライがやはり行って、一番人気グランアレグリアはどうでしょう。まあ、スタートがあんまり速くない馬なんで、はい、まあ、中段あるいはそれより後ろになってしまう可能性はあると思いますけどね。ああ、そうですか。そのあたり、まあ、ルメールジョッキーもそれほど気にせずというところですかね。出た位置でこの馬のこの客室というかね、持ち味を持ってすれば、そんなわざわざポジション取りに行く必要もないと思うんで、まあ、いかに馬場のいい外目に直線で持ち出せるかというところだけを考えて、乗るんではないでしょうかね。3番人気のダノンスマッシュもスタート非常に大事だという話をしていました。まあ、やっぱりこの馬の今までというか金層の勝ちパターンを見ていますと、はい、やっぱり後位から抜け出すというのがね、やっぱり一番しっくりくるかなというところがあるので、まあ、隣がモズスーパーフレアなので、まあ、スタート決めてモズスーパーフレアを射程圏に置きながら競馬をしたいというところじゃないですかね。そうなるとダノンスマッシュとしてもいい枠に入ったなという感じですかね。まあ、ね、3番手4番あるいはまあそうですね、4、5番手あたりまでにはつけたいとジョッキーは思ってるんじゃないでしょうかね。さあ今ビアンフェなかなかゲートに収まらず、後ろ向きでゲートに向かっていきます。くるりと前を向いてどうか入るでしょうか。しりっぱね、まずはビアンフェ収めてというところですから、他の各馬はまだ後ろで輪乗りの状態です。どうでしょうか。ビアンフェ勝てば13年ぶり3歳馬でのスプリントということになりますが、ご覧のように残る15頭は後ろで輪乗りの状態です。なかなか入りませんが、広瀬さん、またされる方もどうでしょう。まあ、輪乗りですから ね、ゲートには入ってませんけれども、休み明け2戦目になりますビアンフェ。まあ、無観客ということもあって、どの馬も結構ね輪乗りでは落ち着いているように見えますし、それほど他の馬に関しては、まあ、心配することはないのかなとは思いますけれども、このビアンフェは過去3勝を挙げていますが、全てが逃げ切り勝ち、重賞も2勝を挙げています。ですからこの馬も前に行くとは、そうですね、はい、予想されていますが、なかなか収まりません。今目隠しをして収めようというところです。ビアンフェ収まれば残り15頭がトットゲートに向かっていきますが、まずはこのビアンフェ、鞍上藤岡裕介、G1 でここまで収まらないというのはなかなか珍しいシーンだと思いますが、結構ね、もうレースもたくさん経験してきてる馬なんですけどね、もともと2歳はちょっとあのゲートに難があった馬ではありましたね。でもね、そうですか。さあ目隠しをしてゲートの後ろ今一周して向かおうというところですが、入ってくるかな、どうでしょうか。ここでも収まりません。駆使してここまでちょっと崩るってのは珍しいですね。なかなか見ないですね。馬がちょっと感づいちゃってるというか、さあ他の馬、今待っている状況、まあ、ずっと歩いてはいますので、ゲートに先に入ってしまうと、そうですね、なかなか落ち着きがね、なくなったりする馬もいますけれども、まあ、待たされるっていうのは馬にとっては辛いことだと思いますね。まずはビアンフェを収めて残り15頭というところですが、降りましたね。ああ、降りましたね。中で乗るという選択に出ます。いろいろな方法を試していきます。まずは馬だけを入れてゲートの中で藤岡ジョッキーがまたがろうというところですが、一度目隠しは取りました。馬だけで入れようというところですが、ちょっと立ち上がってしまった。ちょっとかなりこう気分をもう損ねてしまっているような雰囲気はありますね。ちょっと心配ですね。まあ、このようにこうテンション高くなかなか入らずに、そのまま、ね、レースに勝つというようなシーンもありますけれども、まあ、そういう馬にかけてスタート早いということも、周りにあるんですけれども、はい、それにしても他のジョッキーたちも今そのビアンフェの様子を見ていますが、こちらがモズスーパーフレア春秋連覇なるかという鞍上松若風馬です。この間に広瀬さんにレッドアンシェルについても一言いただこうと思うんですが、はい、サマースプリント王者です。
俺は金層ちょっとらしくないというかね、ええ、この馬らしい末脚が見られなかったんですけれども、やっぱり前回はまあブリンカーをしたという効果も大きかったんですかね、はい、本当に今展開が向いたところはあったといえ素晴らしい末脚で、モズスーパーフレーを差し切ったわけなんですけど、この馬ね、やっぱり硬い馬場はちょっと苦手なんですよね、はい、今までのこう戦略を見てると、だからちょっとこうソフトな、今の中山の馬場っていうのはまあぴったり合ってますし、普通なら中山の戦にはこう外枠って不利なんですけど、はい、今の馬場状態を鑑みれば、まあ、枠も悪くないなっていうところはありますので、そしてジョッキー、ミルコデムロジョッキーですからね、末脚を爆発させることができるジョッキーです。さあビアンフェが結局ゲートの中で藤岡雄介ジョッキーがまたがるという形を取って収まりました。その後すんなり各馬収まっていきます。偶数番の各馬、モズスーパーフレア、そしてグランアレグリアが今収まっていきます。さらには14番のエイティーンガールも末脚勝負、そして8番の大名富士、16番のアウィルアウェイ、鞍上松山光平です。さあゲート入り時間はかかりましたが、16頭全馬ゲートの中、係員離れます。ゲート内でスタート切られました。まずまず揃ったスタートか。3番ダノンスマッシュは私がつきません。さあまずはラブカンプー、それをやはりモズスーパーフレア制していく。モズスーパーフレアラブカンプー、外からは12番のビアンフェも前に行きます。ビアンフェが花に立とうとしている。前3頭になりました。その後ろは3番のダノンスマッシュです。出遅れてここまで来た。それから5番の名将グロッケ、外に見えているのがライトオン Q です。2頭並んでいます。それからミスターメロディ、内を通っては大名プリンセス、さらに4番のキングハート、外から上がっていくダイアトニックです。それから8番の大名富士、ぴったりと並んでいるオレンジの帽子レッドアンシェルはこの位置です。そしてクリノガウディがいて14番のエイティンガール末脚にかけます。それから10番のグランアレグリアは現在後方2番手というところ、最後方からはアビルアウェイです。前半 600m32 秒7、去年より速いペースで飛ばしているモズスーパーフレア松若風馬。さあ4コーナーから最後の直線に入ってくる。先頭モズスーパーフレアです。モズスーパーフレアは2番手にはビアンフェ、そして、ミスターメロディ、ミスターメロディ現在3番手というところ、そして10番のグランアレグリア、さあ前まで届くかどうか。前方2回も切っている。今伸びてきたグランアレグリア、伸びてきた。なんとなんと俺が届く。ワイルドスプリント2階級制覇、力が誓いました。グランガレグリア強い。勝ちタイム1分8秒3、勝ちタイムは1分8秒3、上がり3ハロン35秒5。なんと強い競馬でした。グランガレグリア後方2番手からね、ペースを、ね、馬場を考えるとかなりペースはやっぱり速かったと思うんですけどね、やっぱりこうみんなが直線向いて足がなくなる中、やっぱこの馬はやっぱりもうどこまでも止まらないですね、はい、まあ、スタートは思いのほか遅くて、ちょっと思ったより後ろに過ぎるかなと思ったんですけども。そうですよね、やっぱり4コーナー外回ってエンジンがかかってからもう全然もう違いましたね、もう戦2でも2馬身、しかも最後はそんなに追わなくても勝っちゃったっていう、ちょっと余力残しのような感じもありました。スプリンターズステークス制しましたクリストフルメールジョッキーです。ものすごい足でした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日は本当に信じられないです、そうレースを終えて帰ってきた時も素晴らしい馬だったというような声が聞こえましたが、陣営とはどんな言葉を交わしたんでしょうか。誰と陣営とは帰ってきた時に陣営トレーナーとはどんな言葉を、はい、まあ、レースの前何も言ってなかったけど、まあ、レースの後は強い馬言ってたね、その後は僕の感じるを、言いました。やっぱり今日は心配しましたね、このところで普段とのこのところで勝つためには無理ですけど、今日は強い馬でまたできましたので、まあ、グランアレグリアの強さは素晴らしいです。今日は後方からの競馬でした。そのレース振り返っていかがですか。まあ、スタートゆっくりで、
しました、1200メートルのリズムを、見つけなかっただからもうすぐ後ろの方になりましたし、でも、まあ、心配しましたけどパニックしてなかった。でゆっくり彼女が、自分の足を見つけたし、長期戦の相手ではすごく癒やしで伸びてくれました。ペースが結構早かったので、前の馬がちょっと止まったけど、あ、うん、グランアレグリアは、ゴールまで、すごい怪しいを使いました。それでは最後になりますが、これから楽しみな重賞あります。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ファンの皆様、今日応援してくれて本当にありがとうございます。G1 シーズン始まった、最後の G1 を勝つことができた本当に嬉しいです。また次の G1 で、応援してください。G1 のシーズン本当に楽しみです。よろしくお願いします。ありがとうございました。重賞100勝目ルメールジョッキーでした。おめでとうございました。ありがとうございます。